久保さん。今回ね、爪楊枝係にしましょうか。まあ、実際にまあ、みんな上司とお付き合い、気合いだと思いますし、うん、まあ、それに共感するような話をしてみたんですけど、まあ、実際僕はどうだったのかっていうと、爪楊枝係でした。あの、会社に入りたての、まあ、ネットビジネスの会社に入りたての時に、まあ、右も左もわかんないし、何のスキルもないわけですよ。 もう一番下の下ですよね。で、一番下の下のやつが何ができるかと。何がお前できるんだと。これ未だに覚えてるんですけど、毎週その会社のね、あのー、プレゼン会みたいなのがあったんですよ。発表会みたいな。で、その、どうすれば会社が良くなるのかっていうのを当時やってたんですけど、僕その時何やったと思いますまあ、ちょっとプ、あの、つまようじ係置いときます。そのプレゼンって、何のスキルもコネもない、 とかかあるかでそん時に僕がねそのみんなはそのネットでどう売り上げを上げるのかっていう話の題材を持ってくるわけなんですけど僕分かんないわけですよ。僕何したかっていうとあの節約しましまょううっていうね電気をなんかその時に、まあ、お昼食べに行くとかちょっと出る時にみんな全部電気つけっぱなしで全部毎回とりあえず全部とりあえず全電気つけっぱなしなんですよ。 これ、まあ、ちょっと疑問に思ってたんですけど、別に消せばいいんじゃないかなと思ってて、じゃあ、これ何年間で電気代どれぐらい、ただ消すだけなんですよね。で、これコスト、ね、売り上げ上げる方法は分かんなかったんで、コストは下げる。コストを下げるってことは、ちょっと売り上げに貢献できるんじゃないかなと思って、で、それを何年だと、いくらあの会社のコストが切れますと。しかもボタン1個をね。 こう、ただ、こうやるだけで、あの、ボタンをワンタップで <laughs>、コストが削減できますみたいな表を出して、で、こう見せてプレゼンしたんですよ。まあ、手持ちのカードですね。手持ちのカードなかったから気づいたっていう、受信力ですね。電気消してないっていうね。まあ、見ればわかるんですけど。で、まあ、ちょっと、おは、あの、つまようじ係の話をすると、まあ、僕はね、そんな状況だったので、あー、まあ、 気に入られるためにはどうすればいいのかなって、それも考えたんですよ。で、その時は当時、そのお昼ね、その電気つけっぱなしでみんなで、みんなでお昼食べに行くってことをやってたんですよ。社長も、上司あ上司とかね、全部。まあ、4人か5人ぐらいしかいなかったんで、みんなでじゃあお昼食いに行くかっ、つって食いに行ってたんですよ。で、その時に社長がね、毎回その、つ飯食うと、爪楊枝をね、こうやってたんですよ。 で、それを僕は見てて、よし、つまよだと。<laughs> 社長どうぞ、みたいな。まあ、あの、食いながら、食いながら、社長がご飯を食い終わるのを見て、そのタイミングですよね。どういうタイミングで妻まよを差し出すか、みたいなね。<laughs> すげえ考えて、飯食いながら、そろそろ食べ終わったな、みたいな。どうぞ、みたいな。おおすまんな、みたいな。社長どうぞ、みたいなね。す, <laughs> <laughs> すげえやってましたね。 ま、この手持ちのカードですね <laughs>。で、それをやった結果どうなったかっていうと、それは気に入れられますよね。なんか気が利くな、みたいな。じゃあ気が利くなってなった時に、じゃあどうなったかっていうと、じゃあ、あの、あのね、ちょっと気が緩んで、で、あの話を聞けたりとか、質問できたりとかね。まあ、当時ちょっとビビりながら質問してましたけど、だからその時に僕が、あの、聞いたのが、その稲森和夫さんで、あの、社長が、 すいませんと質問させていただきたいんですけどみたいなね恐る恐る <laughs> で社長が尊敬する人って誰なんですかみたいな聞いたんですよ <laughs> そうやなあ稲京セラの稲森和夫さんかなみたいな誰だそれみたいなね <laughs> 誰だそれみたいなねでそのご飯食べた後ねまあ当時渋谷であっじゃ恵比寿か恵比寿で働いてたんですけど恵比寿の駅にアトレっていうところがあってそこにあの本屋があるんですよ で、あの、昼飯食い終わった後すぐね、恵比寿のアトレの本屋さん行って、稲森和夫さんって誰だみたいなね、<laughs> 探したら、たまたま会って、なんかちょうど出してて生きか、生き方っていうね、生き方っていう本を出してて、それ買ったんですよ。それ読んでたんですけど。<laughs> 何が言いたいのかっていうと、あの、うん、自分の最善を尽くすってことですね。 まあ、あとはその、トイレ掃除もあるんですけど、だからそのトイレがすげえ汚かったんで、自分ができること、手持ちのカードでできること、まあ、トイレ掃除しかねえなっ、つって、1時間半ぐらいもうめっちゃ磨きましたね。もう、ここぞとばが絶対にき、誰が見ても綺麗ってわかる。めちゃくちゃピカピカになめられるんじゃねえかなってちょっと思ってますけど、まあ、それぐらい1時間半ぐらいかけてめっちゃ綺麗にしたんですよ。じゃあ次の日ね、社長が来て、誰やトイレ掃除したのみたいな。 あ、僕です。みたいなね。<laughs> っていうことをやってましたね。うん。で、それは何でかっていうと、気に入られる、うん、上の人に気に入られるために何、今自分が何ができるのかってことを考えて、今できること、手持ちのカードですね。ネットはよくわかんない。<laughs> だけど、トイレ掃除はできるぞとかね、爪楊枝は出せるぞとか、だから今自分ができること、最善を尽くして、 で、えー、気に入られるとで。気に入られた結果どうなったかっていう2ヶ月ぐらいで部長になりましたね。全く異例ですよね。だから結構それで、あのー、社内でいろいろあったんですけどね。もともと部長にいた人とのちょっと微妙な関係になったんですけど。<laughs> お前何も知らねえじゃんって話なんですよね。だけど、あの気に入られた結果昇進しました。2ヶ月で。あこれね、結構ね、 めちゃ僕大事だと思うんですよね。その、その職場で出世するってこと大事じゃないですか。大事っていうか、まあ、男だったら、まあ、出世するっていうのは、なんか、上に上がっていくっていうのは、まあ、うーん、大事なことだとは思うんですけどね。じゃあ、じゃあ、上に上がっていくために何しなきゃいけないのかっていうと、まあ、上に気に入られるってただそれだけだと思うんですよ。上に気に入られないのに、上にね、 気に入れられないのにどうやって修正するのって話でこれ無理ゲーじゃないですかなんでその会社の中で立ち位置ですよねあの上に行くためにはっていうところで自分ができることを最善を尽くしていくっていううんただ久保さんが言った通りまあ本当にねあのまあネットビジネス置いといてでしょ今の会社でじゃ給料高くもらう出世するってなった場合 戦略的にというか、自分は何できるんだろうっていうところを考えて行動するっていうことが大事ですよね。ほんの些細なことなんですよ。つまようじを渡す。ただそれだけでも気が利くなってなるんですよ。ただそれだけで。でもそれ、それでちょっと心開いてくれて聞き出せない話とか質問できたりとかそういう時間をね、ちょっともらえたりとかするわけですよ。でそこでもう聞き出していくっていう。でこれね、ほんと結構大事っすね。 うんだから、久保さんが言う通り、ね、今の人って多分飲み会とか嫌だと思うんですよ。だけど、上司、ぜひ僕行きますよっつってね。あの、上司、お疲れ様ですみたいな。ね。まあ、そんな感じでもう、もう上司の愚痴も聞くし、もう全部聞くみたいな。あ、大変でしたね。みたいなね。だから、受信力というか、聞き力ですね。聞く力みたいな。そう。いや大変ですね。みたいな。 だかそれもね、僕はね、仕事だと思いますし、だからそれをどう捉えるかですよね。だから今の若い子って、なんかその、なんだっけな、あの、すごいなと思うんですけど、なんかその、残業代出るんですかみたいなね。お、そんなんなんだみたいな。久保さんありえます上司に飲み会誘い、飲み会とか誘われた時に、それ残業代出るんですかみたいな。これ今の若い子らしいんですよね。なんか、まあ時代の背景もあるのかわかんないですけど。 すげえ世の中だなっていうのは感じますけどね。うん。だからそこがその上司とこう濃く密に、じゃ好きとか嫌いとか関係なくて、自分がその会社の中でポジショニングするためには必要不可欠じゃないですか。だってそこでポジショニング取ってる上司がいて、その人に気に入れられない限り自分のポジショニングって作りづらいですよね。好きとか嫌いとかどうでもよくて、うん。なんか自分の持てる最善の、 カードを出してって、その、やっていくってことが大事なんじゃないかなと思いますね。うん。まあ、うーんそれが今の人はやりたくないんですかね。どうなんだろうな。でも、すごく大事なことだと思います。うん。で、あとは、まあ、そういうお付き合いが嫌なんだあるならば、嫌なんであるならば、一人で稼ぎましょうって話です。うん。 会社の組織、まあ、もう退職してね、一人でやりましょうって話です。うん、でも僕はもう入社したときは、一人でやるっていう考えはもうなかったんで、それないですよね。だってネットで何も分かんないですから。稼ぐスキルもクソもないってんで。うん。はい。ということで、いろいろ言いましたけど、まあ、これでも、リアルの仕事ですごく大事なことだと思いますんで、うん、受信力ですね。だかからどういうういいに受け取るかっていう 上司の誘いをどのように受け取るのかっていうのは非常に大事なことだと思いますねうんまあそのなんだろうな受信力で言うならば社長が飯食った後に妻用事をするという光景を見てどう受信するかでしょうねうんこれ多分受信の仕方によっては多分その行動は変わると思います で逆に言うと受信できない人もいると思います。そこに電波張ってないんで。僕電波すげえ張ってましたもん。うん、はいはいっと、ってましたね。<laughs> 懐かしいっすね。うんでもめちゃめちゃ大事だと思いますけどね。はい、いってらっしゃい。